はい、今日もあなたと百姓天国、本日は2021年の1月21日ですかね。さあ、昨日に引き続いてね、今日も昔の動画をでね編集して、お見せしようと思うんですけども、1本目がね、柿菜の収穫ですね。3月の終わり頃の、畑の様子ですね。2本目が白菜のとう立ち菜の収穫ですね。これも同じ3月の終わりで、ちょうど取った時期は、11年前ですね。同じですね。昨日の動画と同じでね、ちょっと畑の様子も見せたいなと思ったもんですからね、ちょうどたまたま同じところの DVD に入ってたので、2本まとめてね、ちょうど同じ時期の柿菜の収穫と白菜のとう立ち菜の収穫ということでね、今から11年前の、収穫の様子、まあ同じようにね、短い動画ですけどもね、よかったらどうぞご覧ください。または一本一本ね、ちょっと説明したいと思いますので、よろしくです。はい、こんにちは。今日はですね、火曜日、出荷日ですね。これが僕の畑なんですけれども、今からですね、柿菜を収穫いたします。このずらっとトンネルが並んでるのこれ、僕の畑ですね。このトンネルの中にですね、春野菜が、いろいろ育っている状況です。私の畑を離れますとですね、このように、ご覧になっていただけば分かると思うんですけども、見渡す限り何も作付けていない畑が広がるわけですね。いわゆる観光農家の方がですね、さつまいも、この辺りは成田、この辺りはさつまいもの産地なんですけども、ほとんどこのようにですね、1年に1作だけですね、翻って私の畑はこのように、年がら年中ずっと野菜を作っているわけです。今から私の柿菜の突破しに行くんですけども、これが私の畑ですね。草だらけかと思うんです。これは緑肥の麦をですね、麦の石をまいているわけです。土のためにですね、土作りの一環ですね。今から柿菜を収穫するんですけども、このようにですね、どこに何があるのかわからない状況になっているわけなんですけれども、これでも野菜をできる時にはしっかりできます。これ柿菜ですね。こうやってまたバキバキ取っていくわけです。このようにしてですね、まるで牧草の中に野菜があるというね。あ、綺麗にですね、花も咲いたりしてますね。ということで、出荷中の時間のない中撮影してみました。今日は柿菜が入ります。それでは、はい、ということでね、今から11年前の柿菜の収穫ね、2010年の3月ですね。まだ、千葉時代ですけども、震災前ってことですよね。 3.11 の前の年になりますかね。柿菜の収穫の様子をね、見ていただいたんですけども、どんな感じでしたですかね。まあ、横を見てもらえればね、トンネル栽培、ちょうど3月ですからね、あのトンネルの中にね、春の野菜ですよね、大根、人参、いろんなキャベツ、白菜、いっぱいね、あの中に入ってたと思いますけど、まだまだね、ちょっと正直今見ると、トンネルの張り方もね、ちょっとまだ素人臭いですよね。で、畑の管理もね、ちょっとまだね、行き届いてないなと、今の僕から見ればね、ちょっと、まあ、100点とは言えない畑だなという、全然ちょっとまあ、まだまだ、なんて言ってですかね、合格点はちょっと上げられないかなっていうような畑に見えますね。まあ、まだ、今から11年前ですからね、私も40代で。畑というのはね、なんて言ったらいいんですかね、こう、順番に右肩に上がっていくもんなんですけど、特にあの当時、ちょうど11年前、まだ私もね、何ヘクタールぐらいかな、まだ5ヘクタールも行ってない時代ですから、まだまだね、なんて言ったらいいんですかね、本物のプロになってるって感じでもなかった時代だと思いますね。畑というのは本当にこう、ある段階からね、ズドンっていくんですね。で、ちょっとまた何年かやって、またズドンっていくって、これを繰り返すんですよね、この感じをね。なので、あの当時、あれからね、ちょうど、そうですね、2、3年後したぐらいに500タール超えたあたりから、私自身もちょうどね、こう一番伸びた時代っていうのがあれから訪れるんですよね。で、あの時はまだね、そんなに
お客さんというか顧客もそんな数はいなかった時代ですね。はい、成田に行ってまだ4年目ぐらいですからね、そんな感じだったですね。でまあ柿菜はね、あの時期3月の終わりに収穫して、でまあトンネルをやったんですけど、こうまだね、こう畝の立て方とかもね、あの畑はちょっと多分ね、最終的にはもっと逆な方向でねやったと思うぐらいな感じで、もう一つまだまだね畑自体が、そんなに管理されてる感じじゃないっていうのが映ってますよね。はい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 、どちらかというとね、そんな感じに思います。まあ3月ぐらいですからね、端境期に入ってきて、だから端境期っていうのはね、とってもその農家さんに多い、農業の世界においては、特に有機農業の場合ですけどもね、あのその農家さんの実力をね見るっていう意味においては、ああいうふうにね3月とか端境期の9月ですね、端境期の、畑を見るっていうのが実は一番勉強になります。ではっきり言ってね、ある程度有機農業10年20年30年ってやると、端境期のその畑をちらっと見るだけでね、大体その農家さんの実力っていうのははっきり分かりますね。どれぐらいの広さでどれぐらいの管理をしていて、どれぐらいの農産物が、この端境期にね、出荷できるかっていうのでね、その人の農家さんの実力っていうのははっきり出ちゃいますので、その端境期に見に行くっていうのはとってもおすすめなんですね。うん、まあ今の僕からすると、あの畑を見て、そうね、まあ素人じゃないけど、トップのプロじゃないなっていう感じはしますね。はい、そんな感じには思います。まあでもまあまあそこそこ頑張ってるなっていう感じの畑に見えますね。トンネルの本数だとか見てもね、もちろんあれで全部じゃないと思いますけれども、まあ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 っていうね、得点にすれば何点ですかね、70点から80点ぐらいですかって感じですかね。うん、そんな感じには思いますね。当時そうですね、私はそう多分何ヘクタールやったかな、でもまだ5ヘクタールは行ってなかったと思うのでね、まだまだ、そこそこっていう感じだったかもしれないですね。そんな感じに思います、柿菜ね。というのが1本目の柿菜でした。はい、さて今日はですね、出荷日ということですね、お野菜の収穫なんですけれども、これがですね、秋冬の我が農園の白菜畑だったところですね。そしてですね、これ現在もう白菜終わったんですけれども、現在はですね、このように、白菜のとう立ちなと言いました、白菜がこうやって花が咲くんですね。これをですね現在収穫して、出しているんですけれども、これがですねあらゆる油の中のとう立ち菜の中で最も美味しいんですね。でこのようにですねパキパキと折ってですね収穫してまいります。こんな感じですね。で現在これがですね大変お客様に好評でして、毎年この時期に作るわけですけれども、一般の方はですねほとんど白菜のとう立ち菜っていうのはご存じないと思います。白菜は白菜として出すのが普通ですので、こういう形でですね見かけることはないと思うんですけれども、白菜と同じようにですねこれは大変に美味しい、まさに旬のお野菜ですね。ということでバキバキ収穫をしているという状況ですね。出荷、全どんどん時間に追われておりましてですね、こんな撮影をしている時間はないんですけれども、ガンガン、撮ってですね、出荷せねばいかんということです。まあそんな朝時間に追われて、白菜のとう立ちの出荷をしている、オーガニックアーム百姓農園の一日でした。はい、ということでね、2本目の動画ですけどもね、白菜のとう立ち菜を収穫してましたですね。ちょうど3月の終わりぐらいにね、端境期、同じ端境期ですけどもね、白菜のとう立ち菜ってね、本当に僕が研修時代、まあ一番美味しいと感動した野菜の一つなんですよね。で白菜ってね、結局普通の白菜として冬場どんどん出荷されるんですけども、結局結球しなかったやつとかそういうものがね、ああいう風に花が咲くんですよね。でその白菜のとう立ち菜っていうのが本当に菜花の中で一番美味しいわけですよね。でその事実を本当にまあ知らないじゃないですか。
であの白菜のとうだじな食べちゃったらね、もう他の船花は本当に食べられないっていうぐらいやっぱり美味しいということを研修時代に知ったのが20年以上前で、ですからね、まあ、セット野菜というものをやっている私からすると、白菜のとうだじね、菜花っていうものはね、どん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 本当に、作りましたですよね。でいろんなやり方があるんですけれども、白菜をそのまま植え付けてね、苗を植え付けてそれを遠立たせるっていうやり方もあるんですけど、あるいはわざと収穫しないとかね、たくさんだから、苗を植え付けるんですよね。でその中で、わざと残しておく、収穫せず残しておいて春先に遠立たせるっていうやり方もありますけれども、直まきでね、こう余った種ありますよね、それを普通にですね、はし木で、株間を広くして直巻きしといて、それを遠立たせるっていうやり方もあるんですね。まあまあそんなやり方で、とにかく白菜の遠立ち菜をね、3月の終わりから4月に向けてね、一生懸命作りましたですよね。まあ本当にセット野菜でやるんでしたらね、4月とかどうしてもね、安定してキャベツ白菜がない場合は白菜の遠立ち菜ね、実質どうですかね、丸々1ヶ月は出せませんけども、3週間ぐらいは出せますからね。これが本当に美味しくてね、大体のお客様は大体皆さんこれをもう楽しみにねしてくださってるパターン多かったですね。ありがたいことだったと思います。当時はね、まだ撮影もね、ヘッドセットじゃなくって普通のデジカメですよね。まだデジタルカメラ、いわゆるその何ですか、この写真を撮る方ですよね。写真を撮るのに動画も少しついてるんですよね。でも動画もあの当時のやつはこうちょっとなんか熱くてね、5分以上なんか撮れないんですよね、なんか容量の問題でね。でだから結局その撮影もそんなに長くないのは、5分以上撮っちゃうと自動的に電源が落ちてしまうようなね、だから片手でこうやって撮影してるから片手で収穫してるんだと思うんですけどね、懐かしいですよね。今みたいにこうやってね、ヘッドセットのやつがね、出てくるようになるとは思わなかったんですけども、あれもね、結局こうやって撮影するようになってね、やっぱり農業だからやっぱり両手が使えないとダメだよねっていうところに気づいてね、でまあヘッドセットのやつを自前で作ってね、それで撮影するようになったんですけどね。まあまあ何ですか、まあ10年以上やってもね、なんていうかあんまり大して撮影方法も変わってないし、あんまり進歩が見られないなっていうのはね、なかなかもうちょっと努力しなきゃいけないんだなって思いますけどでもなかなかそんなには変わらないですよね、そんな風に思います。まあ11年前のね、動画をこうやってね、見返すとね、いろいろやっぱりその時のことがね、思い出されてきて、震災前の雰囲気、その頃はね、本当にまだ僕は多分大規模生産を本当にして会社を作ってどうのこうのとかって、割とそのことを考えてた時期ですよね。今考えるとちょっとね、恥ずかしい話ですけれども、はい。それでまあちょこちょこね、映る人影がいると思うんですけど、あれが当時のね、パートナーだったりしてね、今の人と今の嫁さんとは全然違う人だったりするわけなので、まあなかなかね、はい、そんな感じでございます。まあこうやってね、10年20年という単位でね、農業をやるってなると、なかなかそれをね、こうして記録で残しておくっていうね、農家さんってそんなにいないのでね、たまたま今私もまたね、農園移転なので、そういう機会もあってね、こうやって10年以上っていう単位をね、今振り返っていて、本当にこう感慨深いものがあります、僕自身ね。で最近はやっぱりその農業をやるその前ですね、研修やる前、自分がどうだったのかなって、どういう思いでね、農業の世界に入ったのかっていうことをね、今すごくね、振り返っている時ですね。だからまあ僕もこれから、残り15年20年ね、最後のね、第2幕なのか3幕なのか分かりませんけどもね、農業やる上にあたってね、これから自分が本当にどういうふうにやっていくのかなっていうところをね、今ちょっとリセット本当にしてる感じです。だからそういう意味ではね、すごくこれを見ながらね、僕自身がどんな風にやっていくのかっていう、その原点というかね、その辺のところを今振り返っていって、僕自身がすごくね、その辺の本当は俺はどうしたかったんだっけっていうようなね、どうしてもその農業って
毎年毎年こうね繰り返されてくるそのルーティーンの中でね、現実的な問題だとかいろんなことをクリアしていかなきゃいけないので、その原点のところは忘れがちになるようなことがあるわけですけれどもね、僕の場合は今こうしてまたねリセットする機会が訪れているので、残りの15年20年どんな風にね、今度は最終的に自分がどこにたどり着きたいのかなっていうようなところをね今探っている状態なところだってことですね。はい、まあっていう白菜の友達の収穫ね、2本目の動画でございました。はい、以上です。それではまた。